ありがとうございます。
ない。ないよ。私たちにはビルダムの工事するという大きな責任があるのです。いつもだいたいこんな感じで一気にやる。ああ、そう、まあ、いろいろですね。ダラダラとか、一気にとか。その日その日によって。そうですね。もうまた何日も
警察は、こうした危険な運転をしたとして、身柄犯から警察官までの男を13人を摘発し、昨日まで身柄や書類を検察に送りました。
アメリカのバイデン大統領は、
21日にポーランドで演説に臨みます。バイデン大統領は20日朝キーウでゼレンスキー大統領と会談し、多くの6700億円規模の追加支援を表明しました。多くの警察官が警備に当たる中、キーウを電撃訪問したバイデン大統領がマホランドに入りました。バイデン大統領は20日にウクライナの大統領が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 21日はポーランドのルダ大統領と会談しておかれる新型コロナで対応を行いますと言われます。ジャニークートに行く玉の方のお待たせしました。ロシア側は批判しています。あ、すいません、できました。あ、お父さんちょっと待って、お父さんもできます。あ、ジークートに行く玉の方、すいません、お待たせしました。トルコの大地震から20日で2週間です。死者は4万7000人以上になりました。100万人以上が住む場所を失ったとみられ、復旧のめどが立っていない地域もあります。日本ユニセフ協会は自然災害緊急募金を受け付けています。他にも多くの団体が協力を呼びかけています。来月の WBC 開幕に向けて宮崎で強化合宿中の世代ジャパン、実戦形式の打撃練習にダルビッシュ有選手が村上宗隆選手と対戦しました。今日第2クール初日を迎えた世代ジャパン、深刻な薬物問題、エクアドルだけの話ではないんです。日本でも薬物問題が発覚し、 ICBM の下は国際的な平和と安全に対する脅威となっています。すいません、いらっしゃいませ。これは、はい、ありがとうございます。すいません、お父さん、ごめん、何もできるけごめんな、めっちゃごめんな、JR 岡山駅から新大阪駅に連絡を受け、車掌が警察に通報したということです。警察の調べによると、男は容疑を認めていて、スマートフォンから女性と撮影をしたとみられ、情報戦や動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。